よね。わあ、久々にウサミちゃんのメス入りが見られるぞ。どうしたのニャミちゃん、机の中に猫の死体でも入れられてたの？妙に発想が恐ろしいよ、ウサミちゃん。世の中は死んでいるから何が起こっても不思議ではないのよ、クマキチ君。何かが盗まれたとかだよ、きっと。そうなの？私のスクール水着が盗まれたの。なんてハレンチな、許せないね、ウサミちゃん。ウサミちゃんの目つきが鋭くなった。これはウサミちゃんのインスピレーションが働いた印だ。この特徴からウサミちゃんは別名ウサミちゃん目つき悪と呼ばれている。あの鋭い目から逃れられる犯人は一人もいないんだ。さあ始まるぞ、ウサミちゃんの名推理が。